ということで到着でございます。そうですね、ねん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 ということでやってまいりました。あれ卵が乗ってない、卵はある。サビカップ、こんにちは、のぶです。本日はステーキハウスでAランチいただきたいと思います。ということで本日来ているのは沖縄市でございます。沖縄市のですねステーキハウスに行きたいと思うんですけれど、そのステーキハウスですね、沖縄市じゃなくてもいろんなところにあって、多分県内に5店舗ぐらいあったと思うんですが、店舗名をお伝えしておきましょうね。ビッグハートさんでございます。ビッグハート本当に昔からあって、僕が沖縄県に来た時からもうずっとあるお店なので、といってもいつからオープンしてるかすいません、しっかりとは把握できてませんが、少なくとも15年ぐらいはずっとあるお店です。しかも昔から結構店舗展開されているお店なので、ステーキも美味しいのかなと思いますが、すいません、今日はですねビッグハートさんでなんかどんなメニューあるのかなって改めて見てたらですね、なんと A ランチ、 B ランチ、 C ランチもあったのかな。そんな感じでランチの時間だけ限定みたいなんですけど、ランチセットがあったので、ステーキハウスの A ランチとかってどんなんだろうと思って気になったので、今から行ってみたいと思います。ビッグハートさんの A ランチちょっと気になるな、食べてみたいなと思っていただいた方はぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。ということでこちら沖縄県沖縄市の三里のあたりですね。右にゲオがありますが、このまままっすぐ行ったところにビッグハートさんあります。ということでこちら左側でございます。駐車場空いてるかな、あ大丈夫そうですね。それではこちら入っていきます。ということで到着でございます。すごい、こんなところに受付人がある、待ってるんですかね。順番受付する一人です。どれもいません、どっちでもいいです。よいしょ、できました。ちょっと待つのかな、しばし待ちます。ちなみにメニューはここにありました。ちょっとAランチ見えてますが、ステーキメニューでございます。特製ステーキ、こっちが一番売りな感じかな。 150g が1720円、大が2050円、特大2710円、そしてあとはこのホタテとかエビフライとかが入ったものがある感じですね。そしてステーキの種類がこの穀物牛ステーキ、これが 200g で2150円、そしてサイコロステーキが 180g で1620円、そしてテンダーローインステーキが 150g で1150円です。それぞれにホタテとかエビフライをトッピングする形ですね。そしてドン、特製&テンダー、これはステーキが2種類乗ってるっていうことですね。こんなのもあります。そしてこんな大きなエビが乗っているものもあるようです。そしてこんな感じの単品メニューもあります。そしてドン、こっちマシ割れした、こっちにお子様セット700円でこんなのもあるんですね。そしてこちらでございます。本日の目的、ビッグハートランチでございます。A ランチがとんかつハンバーグ、卵焼きにスープライスパンとかですね。そして B ランチが唐揚げハンバーグ、卵焼きでございます。そして C ランチ、 C ランチがエビフライにハンバーグ、卵焼きでございます。そしてメンチカツがあったり、あとランチタイムはサイコロステーキがちょっとお安いんですね。 180g で1470円でございます。普通がこちらなので150円ぐらい安いのかな、っていうかこっちに書いてましたね。サイコロステーキは150円引きになるそうです。というか僕が得た情報、昔は750円だったみたいですけどね、今は900円でございます。お一人様ですが、こんな席になりました。めっちゃ広い席になりましたが、とりあえずメニューは一緒ですよね。メニューは同じですね、特に変わらないですよね。同じですね。それじゃあ目的物行きましょうか。本日はもう最初から言ってるのでこちらですね、こちらの、C ランチが本当は一番高いんですが、今回は A ランチ、エビフライよりすいませんとんかついただきたいです。 A ランチ行きたいと思います。それではピンポーン、A ランチもらっていいですか。ということで注文完了いたしました。しばし待ちたいと思います。ということで、いきなり最初にセットのオレンジジュースをいただきました。先に持ってきてくださいって言いましたが、ドリンク選べました。そういえば特に説明してませんが、ドリンク付きで900円で、そして横に映ってますがこちらスープでございます。スープも美味しそうですね。それではこちらのスープもちょっといただいてみたいと思います。それではスープをいただきます。こぼしそう、
なかなか美味しいです。なんだろう、沖縄によくあのマッシュルームのスープかな、よくステーキハウスとかであるようなスープありますが、それとは違いますね。もう見た目で違いますが、なかなかしっかりした味が効いていて美味しいです。そしてこっちにまだメイン来てませんが、こんな感じで、これはサラダのドレッシングですね。フレンチと和風、そしてこれはステーキ用のニンニクでございます。あとこちらはステーキソースですね。ビッグハートのオリジナルステーキソース、ガーリックソースみたいですね。そして A1 ソースとナンバーワンソースです。そしてですね、 A ランチはなんとこちらトンカツとかあるので、トンカツソースにケチャップ、そして醤油が、ランチの方にはこちらがついてくるようです。ということでね、ごちそうさまでしたっていうのは嘘です。すいません、スープだけごくごく飲んでしまいました。まだメイン来ておりません。スープ美味しかったです。ということでやってまいりました、 A ランチでございます。トンカツとハンバーグ、そしてポテトフライに、あれ卵が乗ってない、卵はある、卵はどっかに埋まっている、卵がない気がしますが、目玉焼きは卵焼きって聞かれたんですが、卵が乗ってないです。聞いてみましょう。ということで、お店側のミスだったようです。もうちょっと待ちたいと思います。一応ですね、こちらライスでございます。ライスは白いご飯と、なんとこちらガーリックライスでございます。ガーリックライスなんかあるんですね。なかなか珍しい感じです。美味しそうです。そしてなんだかんだ言ってる間にこちらすぐやってまいりました。ポンって乗せてくれました。こちらが本当の A ランチです。違うの乗せると知ってる方からツッコミ入りそうですよね。こちらが正規の A ランチでございます。美味しそうです。それではこちらの、ここはとんかつかな、やっぱりハンバーグはなんかソース乗ってますね。それではこちらとんかつソースをもうガーッとかけます。ハンバーグまでちょっとかかってしまいましたが、それではこちらのとんかつ、とりあえずど真ん中いただいてみたいと思います。お肉の厚みはこれぐらいでございます。とんかつなので牛ではないですね。こちらの A ランチのとんかつ、それではいただきます。結構サクサクで、いい感じで美味しいです。それではこちらのハンバーグもいってみましょう。ハンバーグも普通にこのままフォークで切ってしまいますが、これ何のソースですかね。デミグラスソースっていうような色でもない感じがします。こんな感じのソースがかかっております。それではこちらもいただきます。なんかそんなめちゃめちゃジューシーとかではないですか。肉肉しさが感じられてなかなか美味しいです。美味しいです。それではちょっとこのステーキハウスでガーリックライス、まあありますよね。なんかオプションとかでありそうな気がするんですが、こんな感じで普通にガーリックライス、特にプラスもなく選ぶことができます。それではこちらのガーリックライスもいただきます。ふわっと上がるガーリックの香りがなかなか美味しいです。ちなみにあとメニューに載ってましたけど、こんなミックス野菜というミックスベジタブルかと、あとこちら目玉焼きと、こちらポテトが結構山盛り入ってます。なんかしてたらこちら目玉焼き潰してしまいました。潰すならハンバーグとかの上に潰したいな。そしてサラダでございます。それではこちらの卵焼きの半熟な感じと一緒に切れるかな。卵が乗っかりました。それでは卵付きでいただきます。卵といい感じで美味しいですね。それではどんどんいただいていきます。ということで美味しくいただきました。完食でございます。美味しかったです。それではちょっとオレンジジュース飲みながらゆっくりしたいと思います。それではオレンジジュースも全部いただきました。それでは帰ります。ということでごちそうさまでした。ビッグハートさんで A ランチいただきました。それではお店を出ていきます。ごちそうさまでした。ということでちょっとお店からもすぐそばの三郷公園にやってきました。合ってるよな、確か三郷公園っていう名前だったと思います。結構朝とかはジョギングをやってる人がたくさんいる公園ですが、真夏の真っ昼間なんで
それほど人がいません。そんな公園の紹介はいいですかね。本日はビッグハートさんで A ランチいただきました。 A ランチ900円、 A ランチ900円、とんかつとハンバーグ両方入ってるって考えると、他のお店の A ランチとかと同じようなぐらいの値段ですかね。全く同じものか分かりませんが、それが数年前だと750円だったっていうのはめちゃめちゃ安いですよね。そこから150円値上がりしてる。やっぱり最近の値上がり、どんどん物価上昇っていうのも関係あるんでしょうか。まあ、900円だったらまあそんなところかなと思ってしまったところです。ビッグハートのステーキもですね、かれこれ多分数年いただいてません。なので久しぶりにちょっとビッグハートさんのステーキもいただいてみたいななんても思ったりしましたが、お店の中の感じですけど、まあランチタイムっていうこともあって結構混んでました。僕自身も数分待ちました。まあそんなに長くは待ってないんですが、ちょっとだけ待ちましたし、その後も続々とお客さん来られてました。やっぱりそれなりに人気のお店なんだなっていう風に感じました。そして A ランチもなかなか美味しかったです。最近ですね、1000円ステーキとか結構出てきてるので、お店もたくさんあるので、1000円以上するステーキはちょっと割高感感じてしまうかもしれませんが、そういえばこちらのお店ですね、 GoTo イート沖縄使います。 GoTo イート沖縄使えば実質2割引きになるので、今回のランチは先ほど言った昔の750円を切る値段で実質はいただいてます。そして1000円ステーキに比べるとちょっと高いって思ってしまうステーキもですね、2割引きでいただくことができますので、ぜひこの機会にビッグハートさん行ってみてはいかがでしょうか。多分 GoTo イート沖縄使えるのですね、三郷店とあともう1店舗ぐらいだったんですよね。全店舗は使えないみたいなので、その点はご注意ください。ということで本日は改めましてビッグハートさんで A ランチいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。